ンケンポン。カットー。パイナッツプル。じゃんけんポン。勝った。しよくなあと。ちょ、すーみ、ここでもショクラートなの？ずるいずるい。ずるくない、文字数は一緒だもの。チョコレートチョクラート。ほんとだ、すごい。楽しそうだね。私たちも混ざる？ううん、このまま見ていようよ。そう？うん、だってね、わし、あの子たちに混ざっても今の私はもうあんな風に笑えないかもって思っちゃうんだよ。そのっち。じゃんけんぽん。グーで勝った。グミグミグミキヤンデイ。ズルしすぎ。楽しかったね、本当に。あの頃は。ええ、そうね。たった2年前なのに幼い自分がとっても眩しいよ。私たち3人輝いて見えるわ。本日のその中ってば、ちょっぴりおセンチかしら。たまにはいいんじゃない。常に混沌じゃ私も身が持たないし。こわ、言いますな、ワッシーさん。これでもスミちゃんの2年後ですもの。よし、次どんじゃんしようぜ。私、必勝法を編み出したから今日こそは負けないわよ。望むところだ。そのっち、眠いんでしょう。私混ざってくるね。銀、スミちゃん、入れて。ワッシーに気を使わせちゃったかな。園子先輩、何か私に言いたいことでもあったりする？おお、さすがだの、私。でも、特に話があるわけじゃないんよ。そう？そうそう。それじゃあとりあえず私たちはお昼寝でもしよっか。ねえ園子先輩、私ずっと思ってたことがあるんだ。言ってもいい？もちろんだよ、どうぞ。私、ただこのまま同じ毎日を過ごしたからって2年後に園子先輩になるわけじゃないよね。ただ2年が経過しただけじゃ私は園子先輩にならないなって思って。そっか、何かがあったんだよね。私が私に言おうかどうか迷っちゃうくらいの何かすごいことが。びっくり、自分なのにね。私、今の私はそのっちみたいにそんな風にまっすぐ人の目を覗き込めないや。でも言おうかな。言っておけば何かが変わるかもしれないし、もし私だったらって考えたらやっぱり聞いておいた方がいいよ。え？言わなくていいよ。どうして？やっぱり聞くのが怖い？それもあるけど、私大丈夫だと思うから。何が？きっとね、
大変なことが2年の間にあったっていうのはわかるんだ。だけど園子先輩がここにいるから、だから私だって大丈夫。園子先輩が乗り越えたことだもん。私も乗り越えてみせるよ。私だけがズルしたらミナさんとワッシーに叱られちゃうしね。そのうち大人だ。私こんなだったっけ。えらい？うん、えらいぞ。私よりえらいよ。私なあ、あの二人同じ顔でスリスリし合って何やってんだ。そう、二人にしかわからないことがあるのよ、きっと。おーい、探したぞ。オギー、アイス買いに行くけど、お前たちもいるか。あ、タマコさん、やった、アイス。私も一緒に行きます。私たちも行こっか。そのっち行こう行こう。私は少し休憩、過酷な激突戦で消耗しちゃった。あ、でしたら私も。なんだよ、二人とももう疲れたのか。だらしないな。よし、だったらタマたちが買ってきてやるから、ちょっと待ってるんだぞ。わかったわ、行ってらっしゃい。ふおりゃーきー、コンビニまで競争だー。あ、待ってくださいよ、タマコさん。まったく子供なんだから。何ですか。ううん、なんでもない。東郷さんって、ん、時々そうやって自分だけが大人みたいな顔しますよね。え、そう。そうです、たった2年しか違わないのに、なんだかすごく引き離されたみたいで困惑してしまいます。私は自分が大人だなんてちっとも思ってやしないんだけど。大人です。東郷さんは私より横文字にも寛容だし、他人の失敗も自然に許容する。先輩たちだって隅に比べて東郷は丸くなった、柔らかくなったって。でもたった2年で私があなたみたいになるなんて到底思えなくて。もしも私が東郷さんみたいになれなかったら、きっとみんながっかりするかもって。スミちゃん、これからあなたの身には大変な出来事がいっぱい押し寄せるわ。その都度もうダメ、立ち上がれないってそう思うはず。でもね、あなたは乗り越える、必ず乗り越えられるの。どうやってですか。あなたはどうして私よりもそんなに強いんですか。うん、それはね。おーい、東郷さん、スミちゃん、ユーノさん。いずれわかる時が必ず来る。でもそれが私の時より早く訪れてほしいと願うのは贅沢すぎる望みなのかしらね。どじゃーん、二人にアイスのお届け物です。ありがとう。でもどうしてユーナちゃんが。コンビニで偶然会ったんで一緒におやつ食べようってことに。やっぱうまいもんはみんなで食べるに限るよな。卵をもう食べてる。ああ、タマコさん口の周りが。はい、ちり紙をどうぞ。スミちゃん気が利くな、優しいんだね。え、私は優しくなんか。優しいわ。うんうん、それに女の子らしくてとっても素敵だと思うよ。そうでしょうか。ありがとうございます、ユーナさん。ああ、スミちゃんが褒められて嬉しいはずなのに複雑な葛藤が。おやつ良ければすべてよし。美味しいね、皆さん。